ありがとうございます。やってきましたね。はい、こちら渋谷です。はい、こんな大都会に僕ら YouTube 初めて来たんじゃないですか。こんな人通りが多いところで。なんかもちろんケムさんは慣れてらっしゃったんですけど、はい、ちょっと恥ずかしくないですか。ちょっと恥ずかしいですね。僕も久しぶりですよ、渋谷は。本当ですか。はい、あんまり来ないですね。本当来ることがなくなったですね。久しぶりですよ。その流れからなんですけど、はい、ケムさんって、うん、ラーメン大好きじゃないですか。ラーメン好きですよ。お商店もめちゃくちゃ上がってるじゃないですか。はい、何系食べるんですか。僕はベースは豚骨なんですよ。福岡で、うん、基本的には豚骨を重視してますね。まあ、細麺みたいな。細麺、いろんなものをトライしたいって気持ちはあるんですけど、結局豚骨ラーメンに落ち着くんですよね。なるほど、そんなケンコさんに、うん、僕らからの、はい、まあ、提案なんですけど。はい、提案。ケンコさんって、はい、まあ、俗に言うあの二郎系のラーメンって食べたことありますか。食べたことないですね。噂には聞いてますよ。二郎系って結構好きな人多いでしょ。でも何が二郎系なんですか、あれって。ラーメン二郎さんっていうのがあって、はいはいはい、そこから、まあ、いろいろインスパイアとかがっつりの野菜が入ってて、はいはい、チャーシューが入ってて、はい、ガチャってこう乗った感じのがっつり系。ぜひ初めての二郎系をちょっと味わっていただこうかなと、はい、あ、それはいいですね、はい、いい企画ですね。ラーメン好きとしてはね、二郎系行かないとダメでしょ。あと一つだけ。何ですか。あの注意事項なんですけど、はい、残すとかマジでちょっとあの本当に。いや別に辛くはないわけでしょ。僕俺が俺基本的にはね、大食いな方ではあるから、一般の人より。別に二郎系ってそんなめちゃくちゃ大盛りってわけじゃないでしょ。結構カスタマイズできるんですよ。ああ、それをちょっと生きっちゃうと。ああ、そういうことになっちゃうね。すごい良くなってます。あ、じゃあそれはもう本当ベタなベタな二郎系を味わいたいですよ、僕の中では。特にこの宮原源の YouTube って、うん、まあ言うて叩かれてないじゃないですか。あ、そうですね、まあ、みんなあのやっぱりね、僕が爽やかなんで、やっぱり師匠さんも爽やかと。その一瞬でみんな戦えてないじゃないですか。はいはいはい、なんですけど、ええ、多分残した動画を上げた瞬間に、そうでしょう。もう多分もう今までのちょっとこの数ヶ月その積もったものがもう一気にもうなくなっちゃうわけですね。選手会長やめろ。やめろ。まず選手会長やめろ。金がね、食べ物残すな、ふざけんな、そんなコメント嵐になっちゃうんですか。はい、なので残すはないでしょう。美味しく食べていただきたい。いや、普通に美味しく食べていいんでしょ、別に何も。はい。はい、なんでちょっと食べよう食べよう。お店に列ご行きましょう行きましょう。行こうぜ二郎系。今回お邪魔したのは渋谷にある野郎ラーメンさん。著名人も多く訪れる人気の二郎系ラーメン店です。やってきました。やってきましたね。これは二郎系の野郎ラーメンですか。そうですね。お店の名前が野郎ラーメン。野郎ラーメンさんでも来ましたね。結構チェーンです。これでも本店って書いてましたよ、なんか。はい、こんな寛大じゃないですか、はいはい、こんな総本店を撮影していいという。すごいですね、はい、それなんで知ってるんですか、そんなこと。寛大なのことは。いや、もううちの小林が電話して。あ、本当ですか、はい、俺宮原健の YouTube だからこそこそ問題なく撮るんかと思ってました。こそっとやってこそっと出すんかなと思ってた。こんな大々的にやるとはね。もちろんちゃんと許諾も得てるんで。あー、やっぱすごいわそれは。でもこのね、僕ラーメン好きとしてはね、はい、このお店の前に来た時のもうこの匂いがたまんないわけですよ。これよ、これ。なんかほぼセンター街の匂いなんですけど。いやいやいや、それはこっち、あなたがあるでしょ。ここまでこれから。もう俺ぐらいラーメン通になると好きなのよ、この匂いが。ただね、これあの思いのほかいろんなメニューがあるわけですよ。味噌もある。はい、これ汁なし野郎ってのがあるんですよ。まあ、いわゆる油そば的なことですよね。そうです。今流行りの。はい、こういうキャン、こういうね、定食もあると。ケンコさんって、うん、何なし野郎なんですか。いや、なんだそれ。なんで野郎つけなきゃいけねえんだよ。まあ、そこからいいか。今日は野郎ラーメン来てるから。でもやっぱりね、この辺よね。ちょっとびっくりしたのは、豚骨野郎ってのもある。ただやっぱりね、僕はね、この豚野郎。なるほど。まあ、豚骨はね、普段食ってるから、俺はやっぱこのザ・二郎系を行ってみたいですけどね。行く、行こう。せっかく許諾いただいたんで。許諾いただいてるからね。野郎ラーメン食べるぞって、うん、いただいておかないと。せっかく許諾いただいてる。確かに。野郎ラーメン、食べるぞ。でもやっぱりいやいや、でもやっぱりじゃねえよ。普通いいだろ今ので。まだつなげていくぞ。入ってきましたね。どうぞいらっしゃいませ。この声もいいですね。気合が入ってるわ。何選びますか。やっぱいや、やっぱりね、これでしょ。あ、これ小豚野郎って書いてあるんですね。なんかすげえ、なんかさっきからすげえ豚って言ってない。いやいや、だって、ね、豚って別に。え、なんすか、このご時世いい。いやいや、そういうことじゃない。これ、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 
豚野郎、いや、ちょっと待ってください、下の3文字見てください、下の3文字下の3つ見てください、これだから、うなみ盛り、大盛り、男前盛り、でも、ケントさんって、やっぱ男前なら俺だけど、別にメニューはこれ、だって、別にあれでしょ、しっかりとジローラー食べるわけでしょ、美味しく食べてる、そう、美味しく食べるのは波よ、やっぱりじゃないんで、男前盛りって絶対多いでしょ、これ男前盛りは、でも正直、うん、多すぎるでしょ、お酒ってやるもんじゃない、そうでしょ、大盛りぐらいってことかな、だからこれぐらいがちょうどいいと思うんですよね。よろしければ購入ボタンを押してください。最近はこういうね、こういうタイプも増えましたよね、お金を入れてください。見れないですよ、天国だけど、いや本当だ、あんまりこんなとこ見せたくないよ、ショッピングにお金入れるところなんで。発見中です、テントお金をお取りください。よし。ムースさん、今テントを吸ってました。いやいや、食券でしょ。なんでケントよし。はい、ありがとうございます。食券、お疲れ様です。ありがとうございます。キャラクトの YouTube。あとこの賑わいですよ。すごいですね。はい。皆さん多分、ケントさんが食べてる姿をショートでしか見てない。確かに20秒、30秒。これが初のしっかりとしたモグモグなんですよ。ちょっと楽しみですね。はい。で、おでし食べたことあるんですか。食べますよ。これも。この店舗じゃないですけど、へえ、あと今宅配もできますからね。宅配出前館とかで来るんですよ。今時だね、それラーメンもやってるんですよ、それ。出前館では来らないですか。出前館ってことウーバーイーツみたいなやらないんで、へえ、それどうやってやるんですか、あれアプリ、うわ、はい、お待たせしました、豚野郎のお客様、豚野郎お待ちのそうですなんか、俺がなんか豚野郎みたいな感じで豚野郎のお客様、豚野郎、うわすげえ、豚野郎いらっしゃいませ、うわこれですよ。見てくださいこれ。あ、でもケントさんいけるんじゃないですか。いや、いけるとかいけないとかいう今日別に撮影じゃないでしょ二郎ラーメン初めて食べる、野郎ラーメン、はい、そういうことですから、はい、これ言っちゃいますか。全然、あ、あれなんですね、何ですか、最初にスープからとかそういう真摯な感じじゃないですよスープからいっちゃうじゃん。あとファンの皆さん求めてると思うんですけど、はい、ケントさんってショートでレポートしないで、早く食べさせてもらっていいかなさっきからいろんな作業ばっかやってさちょっとサムネ撮ります。はい、はい、今お願いします。すいません、もうこんな、うん、いいんだよ、無駄な話は。違うんですよ、何ちゃんとレポート欲しいんですよ。レポートも欲しいって分かるんだけど、無駄な話が多いんだよ行きますよ、これ、うわっ、これおー、これは何味なんだろう、豚骨にも違い、これ何味なんですか、これ。それは豚骨醤油ですね。ああ、はい、ありがとうございます豚骨醤油です、はい、やっぱり、なんか馴染みのある味ですね。そうですね、確かに。ああ麺が出てきました。うわ、うまそう。中太麺です。うん、やっぱり野菜と合いますね。うん、野菜とやっぱりこのラーメンこう一緒にこう食べながら。なるほど。僕普段あんまりこういう縮れ麺みたいな食べないんで、やっぱり新鮮でいいですね。うん、家までもなんか美味しいですか。めちゃくちゃうまいですね。うん、これはうまい。そしてやっぱこのチャーシューが多分ねかなり売りですよね、うん、この大きさ。うん、これチャーシューうまい。うん、ケースはい、どううまいですかチャーシューはね、見てこの厚さ。うん、ただ本当にうまい。でもね、これね、男性が早い理由は分かりますね。マジで、そうですね。これ多分あれでしょ、癖になるんでしょ、味が。そうです。あ、いいですね、すすりもいいですね。うん、これかなり野菜が多いですね。だから意外とあれなんですよ、ちゃんと栄養も取れるんですよ。そうなのよ、バランスがいいのよ。うん、じゃあちょっと一回回収しますね。はい、回収、
ちょっとインサート置くんだけど。インサートいいだろ、これ食べかけでおかしいだろ。ヤロラーメンさんに失礼だろ。一回箸上げてもらっていいですか。なんで、何すんの。一回箸上げてもらって。上げてるよ。麺掴んで上げてほしいんです。あ、麺を上げて、こういう感じで。はい、じゃ あの一回下げてもらって、はい、せーので上げてもらっていいですか。はい、いくよ。せーの。うん、ネギを取る音なんだね。これですよ。これですよ。ありがとうございます。じゃあ続いてスープを。あ、スープ？スープ何ですの？揚げるの？あ、後悔。手で持っていただいて、そのせーので揚げていただきたいです。何揚げるっていうの？さっきからさっきから何なんだろう、業界用語なの？バビロみたいな、バビロみたいな感じ。かけるとかあるじゃないですか。俺 AD じゃねえんだよ、俺は。俺プロレスラーなんだよ、俺は。あなたたちの世界の人じゃないんだよ。これどう？あ、いいですね。あ、このスープ素晴らしいです。いいですね。ありがとうございます。普通 AD とかで遊ばれするんですけど。本当ですよね。一緒にやっちゃうっていう。いや見てこれ。お肉とラーメンともやし、これ最強コンビ。うん。これでもね、やっぱ豚でタンパク質も取れるでしょ。で麺も取れるし野菜も取れるし。うん。うん、今のこの美味しいなっていう気持ちを、はい、誰に一番伝えたいですか。誰に伝えたい。誰も伝えなくていいだろ別に。俺だけ美味しければ。いやいや、何、誰に伝えんだよそれ。みんなないですか、やっぱ井上選手とか。ねえよそんなの。美味しかったよって別に友達じゃねえんだからさ。でもあのそうだ、あのこれ、うん、僕の疑問で、うん、ショートとかも、うん、遠征とかだと取ってくれてるじゃないですか、はい、井上選手も、うん、ああいう場合ってやっぱおごってるんですか。もちろんですよ。この世界はやっぱりそのキャリアが多い人がご飯をおごるっていうのは鉄則ですからね。まあでもこの世界は僕もそうしてもらってましたからね。結構この先輩おごってくれたなとか思い出ある方います。でも佐々木健介さん、まあ、ほぼね一緒にいる時は自分でお金を出した記憶がないんですよ。2人きりでご飯とかもあるんですか。もちろんありますよ。地方で試合終わりとか全然ありますよ。全日本の今いらっしゃる選手の中でおごってもらったなみたいな方いるんですか。なる、はい、僕は結構もう先輩でじゃないか。これやっぱ青柳さんとかにもおごるんですか。そうですね、もともとはですよ。昔は青柳さんも今はもう、まあ、あのメインイベント選手になったから、うん、やっぱ昔に比べると食事する機会少なくなりましたね。うん、うん、もう残り少ないじゃないですか。いやいや、だから結構本当ペロッといっちゃいますよ。あ、よかった、安心した。それちょっと残されたらマジで使ったもん。なんでいつから小食レストランみたいになって。あなた方の記憶はあれでしょ、あの激辛食べた時に残したから、その記憶が鮮明に残ってるわけ。はい、あの広報の方に食べたって言われたあの伝説の。なんかもやしがいいね。一人で夜ちょっと居酒屋行こうとかないですか。これできないんですよ、苦手なんですよ。なんかほら飲食店とかでもね、こう SNS やったりそういう時間ですよね。本当にあのケントさん、マジであの連絡の返信がこの世の人類の中で多分トップ3だと思うんですよ。この前も言ってましたね。はい、マジで皆さん、あのケントさんと連絡取りたい方、返信取らないでいいよ。取らないだろ、見てる人は。ケントさんと連絡取りたい方本当早いんで。なぜ僕はメールとかの返信が早いかというと、やっぱりあっちの人もなんか仕事のスケジュールとかあるじゃないですか。何々取材がありますとか、もうそういうのってあっちからしたらすぐ知りたいじゃないですか。そういうのはありますよね。だから本当に先ほどね、箸上げしていただきましたけど、 AD に向いてるっていう。おかしいだろ。なんで俺今から AD なんだよ。16年目だぞこの世界。ただこんなにあの体が作られた AD 来られたらみんな怖いですよ。場所が邪魔ですよ。なんかノリをあれ、もうほんと佳境ですね。もうな、大丈夫。うん、ね、最後スープとこう食べながら、でもこれ、一緒に食べたいって人いるんじゃないですか。そう、一緒に食べたい人いるでしょ。でもたまたまこうやってラーメン屋で隣になる可能性もあります。そうですよ。そういう時は、あの、鼻くぐっていいんですか。
まあ、ちょっとやめてほしいですよね。ダメなんかい。今からラーメン食べるときに喋られても嫌でしょ。そしたらかっこよくラーメン食べなきゃいけないじゃないですか。あーじゃない、わかるでしょ言ってる意味は。なんか汗だくでとか、なんか汚い食い方してたらちょっと、それでも気になっちゃいますよね。うん、これですよ。お、もしかして完食。ごちそうさまでした。いや、おごうじゃないですよ。完食するやつじゃないんで、企画は。いや、なんかあれですね、さらっと今なんか10分ぐらいですか。10分ぐらいですね。でも美味しかった、本当に。これね、これ僕大盛りじゃないですか。まあ 1.5 倍ぐらいですよね。まあ一般の方は普通盛りでも全然十分ガツッときて美味しくいただけるんじゃないですかね、うんうん、いや、これは本当にうまかったですよ。やっぱもやし、ラーメン、チャーシュー、これもうコラボの最高ですね、うん、最後に、はい、こういう美味しいラーメンを食べた後の、はい、一番気持ちいい瞬間をちょっと味わってほしいんで、はい、ちょっとまあ一旦後ほど。はい、わかりました。ギャラクトラ YouTube。 ああ、うまかった。した。はい、感じました。何を。俺さっき言いましたよね。ちょっと歩かないでください。怖いんです。何。あの、気持ちいい瞬間があるって言ったじゃないですか。ああ、暑くてね。はい、OK です。ありがとうございます。ちょっとマジで気持ちいい瞬間があって、めっちゃうまいラーメンでちょっと汗が出るんですか、うん、出た瞬間の涼しいのがちょっと落ちる。確かに。それを最後に味わいましょう。わかりました。この出てきた瞬間ですよ、ラーメン屋さんから。俺そんなこと感じなかったよ。あなただけじゃない。暑い中で食べて、うん、この今の冬で外出てきた時の最高じゃないですか。あ、そう、そういうところに幸せを感じる、はい、オデッチは、はい、それ人生豊かになって素晴らしい考えだね。だってこれ扉で出るだけだよ。俺何も感じなかった今。いや、うまかったなーっていう、それよりも満腹感、はい、そっちでこう、うわうまかったって感じ。いや、大満足。大満足、美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。恥ずかしいんで帰りましょう。そうだね。人多いしね。さっきからもう、すごい大量の目が。ねえ、ありがたい話よね。さっきも歩いてる時に頑張ってくださいって言われました。一人で来たら渋谷も結構賑やかですね。プロレスファンも多い。最高ですよ。じゃあ皆さんもね、ぜひヤローラーメンさん。あ、そうですね、ヤローラーメンぜひ一度来ていただければと思います。本当にめちゃくちゃ美味しいんで、めちゃくちゃまた行きます僕も、うん。宮原健太郎 YouTube チャンネル登録高評価よろしくお願いします。宮原健太郎 YouTube 最高。